ララポートララポート泉ララポート泉とコストコ泉倉庫店ロータリー側で入り口ララポート泉は大阪府泉市歩みのに所在する三井不動産商業マネジメント運営のショッピングセンターであるすぐ隣にはコストコ泉倉庫店があり徒歩で行き来ができるようになっているララポートブランドでは大阪発出店として2014年10月に開業した 施設コンセプトはエリアオアシス。証券は自動車30分圏内の約123万人だが、岸和大みインターチェンジに近いことから隣接するコストコと合わせて大阪南部だけでなく和歌山県北部からの集客も視野に入れている。新たな取り組みとして食品スーパーに近畿圏内最大規模の JA 全農ファーマーズを誘致。 サイズと量が大型のコストコホールセールと住み分けをするべく食品売り場の3分の1を農産物直売所が占める一体型店舗となっており JA 農家が生産した新鮮な農産物を中心に産地直送品を販売している子育てファミリー向けとしてはカフェ併設のプレイランドやイベントスペース完備のママビズパークやキッズパークトーマスステーションを誘致その他 遊び場など、キッズスペースのある店舗が17店、子供向けメニューを取り扱うレストランフード店舗も17店、あり、従来より、子供服を取り扱う、ファッション専門店も合わせ、設備とサービスの充実が図られている。新型コロナウイルスの影響で2020年4月8日、水曜日から当面の間一部店舗を除き、休業していたが、 2020年5月25日月曜日から一部店舗を除き営業を再開している。2021年現在4月25日日曜日から当面の間一部店舗を除き臨時休業中。 最新の情報は https コロンスラッシュスラッシュ mitsui-shopping-park.com スラッシュ lakort スラッシュいつみスラッシュをご覧ください。たたた終日無料、約3400台収容。終日無料、自転車、約250台バイク約50台収容。ありがとうございます。